正当派、マルクス主義、または正当的、マルクス主義は、マルクス主義の一種を指して使われている用語で、カール・マルクスの死後に発生し、第一次世界大戦までの第二インターナショナルにおいて、公式哲学としての役割を演じた。正当派、マルクス主義とは、単純には、把握された曖昧さや矛盾を排除した、マルクスの思想の成分化と体系化であり、 マルクス主義の法王と呼ばれたドイツ社会民主党のカール・カウツキーの影響力が大きかった。正統派、マルクス主義の始めは、自然の弁償法や、空想から科学へなどのフリードリヒ・エンゲルスの晩年の著作などにより、マルクスの著作を普及させる努力をし、さらに体系化し、哲学の根源的疑問へ適用しようとした。アメリカ合衆国の社会主義の初期の指導者の一人で、ある、 ダニエル・デレオンは19世紀末から20世紀初頭にかけて多大な貢献を行った。正当派、マルクス主義はゲオレディ・プレハーノフやカール・カウツキーなどの思想家によって第二インターナショナルの機関にさらに開発された。カウツキーと多少ではあったがプレハーノフはウラジーミル・レーニンとレーニン主義と呼ばれるレーニンによる正当派、マルクス主義に多大な影響を受けた。 正当派、マルクス主義は、第二インターナショナルの皇帝イデオロギーであったが、第三インターナショナルにも影響を与え、第三インターの公式イデオロギーは正当派、マルクス主義を基礎とした。唯物弁償法や唯物史観などの用語は、正当派、マルクス主義のこの時期に作られた。一方正当派、マルクス主義者の多くは、共産主義陣営には加わらなかった。カウツキーは、 ボリシェビキの非民主性を批判し、レーニンから廃教者とまで論難されている。正当派、マルクス主義の特徴には以下が挙げられる。マルクス主義運動の中から正当派、マルクス主義に対する批判は多数行われてきている。第二インターナショナルの機関、中世主義と呼ばれた立場のエドアルト・ベルンシュタインや他の開発者は、資本主義の発展的な開発や、 社会主義を達成できる平和的な議会制度による改革を意味する民主主義の理念を基本にマルクスの視点を修正することを考えた。この視点はカウーツキーやローザルクセンブルクなどの政党派、マルクス主義とは対立した。西欧マルクス主義は1920年代以降に西ヨーロッパで開発された知的なマルクス主義でマルクス主義をより洗練され開放的で 柔軟で、正当派、マルクス主義の領域の外部に存在する文化などの、課題を扱うものにすることを目指した。ルカ・アッチ・ジェルジやカール・コルシュ、アントニオ・グラム氏やフランクフルト学派などの姓をマルクス主義者は、精神分析学や、マックス・ベーバーの社会学などの、正当派、マルクス主義者がブルジョワジーとみなしたものへの影響に、開放的な傾向を持った。これらとは、並行して、 セドリック・ロビンソンは C.L.R. ジェームズやマルクス主義を人種問題に関連づけた W.E.B. デュボイスなどと共にブラック・マルクス主義の伝統を定義した。第二次世界大戦後には震災欲や新しい社会運動が知識的及び政治的な場に対頭して正当派、マルクス主義に挑戦した。それらにはイタリアのオートノミズムや フランスのシッチシャニスト、ユーゴスラビアのプラクシススクール、イギリスのカルチュラルスタディーズ、そしてマルクス主義フェミニズム、マルクス主義ヒューマニズム、分析的、マルクス主義、クリティカルレアリズムなどがある。ありがとうございます。